There's not a single day that passes without you on my mind. Not even one minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Whoa. How I wish that you were here to give me everything I want. But I know that life's unfair and we can't always have it. だんだん朝のサーフィン、する時間が浅くなってまいりました。今日はサムちゃんと久々のサップクルーズ、今日は<笑>サムちゃん乗せてサップクルーズをしたいと思います。もうすっごい久しぶり、今年はもちろんサムちゃん乗せて行くのは初めてで、今日はちょっと波がなんかないので、ドライブカメラでチェックしたらありませんです。だからまああのサップあのどえっ、ー、とクルーズでいいんで一回乗せてみたいなと思います。でサムちゃんも後ろでスタンバってるんですけど、でももう多分いつもの通りのまあ海行っても泳ぐだけぐらいの山走るかぐらいの散歩やと思ってると思います。まさかボードに乗ると沖へ連れて行かれるとは思ってないと思うんですけど。反応が楽しみですね。もう本当に久しぶりなんで、であと心配なのはちょっとこの間せっかく貼ったデッキパッドが今日一日でガリっていかれるかもわからないんですけど、まあ、それはもうねいいでしょう。だいたい1時間ぐらいできますかね。今から行って1時間ぐらい入ってサムちゃんにだいぶ今日一日で慣れていただいて、またちょっといい感じにサムの私にこうおあつらい向けの波が来た時にドクサップできるようになったらいいなと思います。では行ってまいります。本日もよろしくお願いいたします。
にサムちゃん乗せるともうふくらはぎパンパンですとか足の裏とかも何回も釣りそうになりました。サムちゃん自身もちょっと太ってるというか、なんか体重がちょっと重たくなってるみたいなんですね。それでだいぶなんかこう安定が悪かったですね、もう。でサムちゃんはどうだったかというと、クルーズではもうサップに乗ったり泳いだりしたりするのはもう全然すっごい楽しそうにしてました。泳ぐはもう普段から泳いでますので海自体は慣れてるんで、もう喜んでスイ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 泳いでたんですけど、そうですね、サップボードに一人でまず乗れなくなってます。去年とかもそうだったんですけど、久しぶりにサップするとサムちゃんもサップに自分で乗るっていう筋肉が落ちてくるんですかね。どうしてもこう引きずり上げてやらないといけないっていう感じになるんですけど、あと波乗りもちょっとだけ、もう波乗りっていうほどのもんではないんですけど、形だけどんな感じかなと思ってやってみたんですけど、モサムちゃんがやっぱりスピードが怖いんですかね、こう座ってるんですけど波にテイクオフ前のちょっとこうスピードついた時になるともういやー言うて降りようとするんで、ちょっと時間かかりそうですね。多分まだ私の腕を信用してないっていうのが一番やと思うんです。そういうのなんかちょっと勘がいいところがあるんで、いやこいつ絶対こけるやろって思われてるんで、まあ私自身も練習しながらサムちゃんに安心感を与えてサップサーフィンできるようになっていきたいと思います。まあ今日の練習は以上ですかね。サムちゃんにこうもう恐怖感なしに楽しい楽しいでこう練習してもらいたいんで、そうできるように頑張ります。では本日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。